泣けない女の優しい気持ちを奪ってくさんしようなら無邪気な心と私を洗う道って大事なきっと私は抱きしめて。JPS ジャパンプレイボーイズソサエティ、これシリーズやるほどの話なきゃ今時。全盛期だったらいいよ。いいよって逆の意味だよな。JPS ジャパンプレイボーイズソサエティ、それをシリーズやるわけや。一回最初に一回だったらこれ最終回、二回で最終回。まあ何話そうかな。横浜最強にして日本最強だった団体、岸だったらしい団体だったよ。私もそんなようなところから出てきた人間ではあるからね。あんたよ、あったよ。今回が、JPS ジャパンプレイボーイズソサイエティ、大日本帝国プレイボーイズ協会、かつてのね、あの栄光、景品休暇言っちゃったか。早いんだよ、景品休暇って、そこいらの JR より。ジャパン、プレイボーイズ、ソサイエティ、大日本帝国、プレイボーイズ協会、その話は今回で最終回だな。以上、それが話なんだよ。なんか、横浜ネタになんかあるかな。いわゆる横浜スラングというのがあってね。聞いたところによると、あれだ、関西の人間とか、関西の人たちとかね、日本全国の地方の人たちで一番許せないのは東京じゃなくて、横浜のスラングね、事実上の外国語。関西の人間はもとより、日本全国の地方、田舎の人たちが一番許せない、気立ったらしい、事実上の外国語が、東京じゃなくて、横浜スラング、横浜スラングね。いわゆる、じゃーんとか、マジでとか、じゃーん、マジでとか、そういうのが一番優先らしいよ。まあ、俺たちは普通に使っていいけどね。で、マジでのマジはマジックのマジじゃないよ。まあ、そのように今、後から思いはあるのかもしれないけどね。本当はマジでのマジでっていいでしょ。普通に言うんだけど、俺たちは。そのマジでのマジはマジックのマジじゃないんだよ。まあ、結果的にはそういう意味も含まれて、そういう意味もあるんだ、あることになるけど。マジでのマジでは、マジは、真面目な話という意味でマジで、マジで。で、まあ僕ら使ってないガキの頃からずっとね、大人になってもね。まあ、マジでとね。何よりしゃあない。脳みそパンパンだよ。吹き飛ぶぞ、これ。徐々にね、まったく。ともかく、マジでか。マジで。マジでのバージョンいろいろ説明すんの？どういう時にこういう発音して、どういう時にこういうイントネーションするかって、マジで、そういう時に言うんだよ。マジでやんの？マジでやんの？めんどくせえよ、マジでや。マジでめんどくせえよ、そのマジで、喜怒哀楽とか人間の、景品聞こう。そうかな。最近早いんだけど、音も静かになったな。そのマジでと、マジで。マジでそれやんの？マジで。いや、マジで。人間の喜怒哀楽、言葉の表現、感情の表現はいろいろあるわけでしょ。もう無限にあるわけだ。そのマジでという横浜スラング一言においても、一発の一言においても、無限の表現があるんで、人それぞれね。横浜の人間にはそれぞれね。で、まあ、例えば、マジでこれやんの？もうすでに始まっていいんじゃないか、これ。説明が。いや、マジで。いや、マジで。いや、マジで始まっていいんじゃないか。こんだけマジでマジでって、いろんなマジで言っちゃったんじゃないか、もう。それでいいんじゃないか。まあ、最後に言えばな。自分を褒めてあげたいという、そういうマラソンの女性のマラソンの
オリンピックの選手がいたけども、自分を褒めてあげたい。そういうこと言う人みんないるの？な、声聞いてなんかに言うの？自分を褒めてあげたい。そんなことやってたら、切りねえよ。マジで。